と今日はいつもオイルプリングっていうのやってるんですけど、まあいろいろ美容効果もあって、何やったかな、古代インドのアーユルヴェーダやったかなっていう健康法らしいんですけど、なんか口の中ですごい殺菌とか雑菌とか多いんですけど、それを夜とか朝とか、まあ、衛生士さんとか聞いても朝が雑菌がすごい多いみたいで、その口腔内の雑菌をきれいに除去したりとか、口臭予防であったりとか、歯をきれいにするとか、ホワイトニング効果、あとはなんか喉とかも潤してあげて、喉にも優しかったりとか、ちょっとオイルでうがいするんで、ほうれい線とかこう表情筋を引き締めて細くしたりとか、いろんな効果が期待できるオイルプリングっていうのを1ヶ月ぐらい前からやってて、ちょっとそのキュアリングっていう処理が必要なんで、それをちょっとやってみようと思います。油が僕はこの太白ごま油っていうのを使ってるんですけど、なんかそのちょっと白髪とかも少なくしたりとか、そんなのも効果があるみたいで、植物性のオイルやったら、ココナッツオイルとかオリーブオイル、あとなんかいくつか、アマニ油とかいろいろあるらしいんですけど、まあそれちょっとまたネットとかで見たら書いてると思うんですけど、キュアリングっていう加工処理が必要みたいで、ちょっとそれやってみます。よいしょ。普通に油を入れて、これは70度から、まあ諸説あるんですけど、80度ぐらいとか70度から100度ぐらいとか加熱するみたいで、乗っかんのかなこれ。だからこう120度を超えてしまうと雑菌が多くなるらしいんで、一応加熱は70度から80度ぐらい、それからちょっと火を止めてあげても熱が加わるみたいなんで、ちょっとまあその辺のやり方もやってみます。油なかなか落ちひん。よいしょ。本当やったら朝がやるのがオイルプリングっていうみたいですけど、ちょっと朝は時間ないんでやってないですけど、ちょっと温度計で測ってみます。あ、もう上がってる。50度。80度を超えたんで、これで止めます。よし。で、この間も熱が上がるみたいなんで、120度を超えないようにちょっとこの布巾とかに、上に締め出した布巾の上に置いてあげたらいいみたい。今で95度前後ぐらいなんで、そんなに上がってない。80度で止めたけど、やっぱり10度20度ぐらい上がるみたいなんで、120度を超えないように注意することが大事みたいです。来たみたいなんで一旦止めます。
全然冷めてない。ちょっと冷めるまで一旦止めます。ちなみに今79度映っとるかな。はいはい、36度7度ぐらいまで15分かそれぐらいかけて下がったので、ちょっと処理をします。遮光瓶に口が入らないので、こういうやつ買ってきて使って入れてきます。これで入れて冷暗所でだいたい1ヶ月ぐらいは使えるみたいなので、1ヶ月ぐらい朝晩とかにオイルプリング、歯磨いてからやってるんですけど、大さじ1杯のスプーンに口に含んで、その前にちょっと水でちょっとうがいしたら唾液が出やすいとか、その後に15分から20分ぐらい、最初5分ぐらいでもいいらしいですけど、マウスウォッシュみたいな感じで口をゆすいだりとかうがいしたらいいみたいで、その後は処理はちょっとティッシュにくるんでほかすか、うちはちょっとなんかばあちゃんが油分栄養になるからってこう草木にかけたりしてますけど、そうやったらいいみたいです。なんかうがい終わった後はすごい白く濁ってて雑菌取れたりとか効果があるんかなっていう気がするんですけど、結構続けないといけないみたいで、でくれぐれも飲み込まないようにという注意点があるらしいです。はい、ちょっとよかったら試してみてください。ありがとうございました。